年代記章。五本、江戸音大記事。漢文五年四月の上に、差のような数項が記してある。四月九日。よ、イの国頃、西南の方から凄まじい音響と共に、蹴鞠台の開花が江戸城の方へ向かって飛んだ。その響きは、あたかも雷鳴のようで、市民は戸外へ走り入れ、 何事かと驚きまどった。翌日になって、その開火は、大手五門内の櫓に落ち、一は、ま丸台番所の屋根を抜き、また一つは、犬用倉を焼いたと伝えられた。開火の正体はわからなかったが、現に見たものの弦によると、重四後も飛んだ開火が、すべて江戸城の中へ落ちたということで、そのために、いろいろな、流弦飛後が飛び、 しばらくの間、市中に不安の影を投げた。4月12日、四国川上城主一津柳直継の長屋敷が官に収められた。直継について、他行中暗殺されたという風評があったが、事実無根の証拠には、3月27日に参勤のおいもが出て国入りをしている。 こんな風評が立ったのは、改易になった西条一津柳家の旧家臣たちが、不穏のことを企んでいるという世評から出たものであろう。四月十七日、大老坂井忠清港が病気引きこもりのため、老中久世山との神が代職していたところ、坂井公が本復されて政治向きは、 常の語読に治った。同日、数年来、鎖国令が緩んで、スペイン人、ポルトガル人らの国内に入り込む者が少なくなく、ために、改めて厳重のお触れが発せられ、密かに、江戸、大阪の間に暗躍していた、ポルトガル人、ドン・ルイ・グスマンはじめ、数人の商人は、一応吟味の上、国外へ追放された。 社本。甲府見聞録官文録館の二、関文五年四月の上には、江戸音大記事の開花について、次のように記している。四月九日。夜四つ半。午後十一時頃。山下橋五門のあたりより、お城に向かって、大河川を追いかけたる者あり、その河川の猛威、古今未曾有にして、 上中三子の建物に命中し、屋根を抜き、壁をうがって火を発したりと。五門内の安倍能登の神屋敷より、時を移さず、人数を出したれと俗は早船にありて、河川を放ちつつ、遁争せり。余が法遊、若年より、根本備前語って曰く、河川の位置に付け札あり、幕府の非正を罵倒して、 改革するところあらずんば、なお、天中を加うべし、と、知るされしと。おそらく、慶安事変の残との書理か。随筆、何和の日型、関十四に、次のごとき記事がある。全文の要点だけを抜くと。関文、木の富四月。三州丸亀の城下より、西北七里の会場に、 無名の一小島あり、その島、常は漁夫も立ち寄らず、かつて人石を満たることなきに、四月二十日の夕刻より、大小数層の船、愛乱れて相当、数国に及び、火を発したる船三隻は、延々と炎に包まれたるまま、翌日には丸亀郊外に漂着せりと、それより数日の間、丸亀、今津、 染めたり付近の浜辺、死体の流れ尽きたる者すべて二重よと聞こい。古老の語るところによれば、海賊の殿、愛争えるなるべしといえど、死体の所持品を検索の結果、そのうちに四国の某大名の家臣両三名あり、深き死祭ありげなりしと、丸亀藩船手組の死の語りし、後本、 初夏、剣広くの中から、さらに左の一文を撤去する。四国、川上の上主一つ柳、信濃の神、直継は、漢文五年三月、三金の糸間にて、国入りをせしまま、個室を発して、政務を取るあたわず、再三抗議に養子を願い出たる上、隠居なし、養子し直継をして、家徳せしむ、うぬ 以上、師匠の正気をもって、物語は一年の後、すなわち、漢文六年、二月初めに筆を移す。場所は、新国、マカオにおいて。開口詞。一、壁色のギアマンのように輝いている空の下に、 港を包むような形で半島が伸びている。半島の岬に一棟だけポツンと立っている白い建物は船舶の出入りを監視する小海省で、海賊船などの侵入する場合には空砲を放ち、警鐘を鳴らして港内に警告するし、夜間には闘明台の役もする。海岸は一時期の淡々たる歩道で、 それに沿って様々な様式の建物が並んでいる。いずれも石造りの堂々たる二層三層造りで、中にも五階の塔を備えた白壁の洋館が目立っているのはオランダ東インド商会であって、ここではまたヨーロッパ貿易商人のためにアムステルダム銀行の支店事務も扱っていた。その他には旅館とか各国の貿易商とか、 戦具所武器所各国貨幣両替店とか、反転、酒場、船会社などで、前庭に芝生の広庭を取り入れた干渉風の建物は、スペイン、イギリス、イタリア、ポルトガル、などなどの領事館である。これらの建物で、事務を取る西洋人たちの多くは、港と相対する鉱山島に住宅を持っていて、市中には決して住もうとしなかった。 これは彼らが日常、新国人を逆視して、彼らの怨婚を買っていたのと、不潔な市街地を嫌うためとであった。港には、薄汚いジャンク船をはじめ、三本半章の欧州巨船まで、各州各用の船が停泊していた。当時は、航海それ自身が命がけの仕事であった。すべての運命を天照気候に託した上、 航海士に有名な海賊軍の最も勇敢に、勇猛残虐に活躍した時代である。五艘七艘と太陽なしてヨーロッパを発した船が、大抵は二艘か三艘しか帰国することができない。したがって、東洋へ開港するほどの船夫たちは、いずれも命知らずの無来館か、故国を脱走した犯罪者などが多かった。 この開口市を中心にした東洋貿易は、しかしそれほどの冒険をあえてしても十分以上に利益のあるものだった。そこでは常に利権と富と血と悪事と恋と冒険とが渦を巻いていた。海岸通りを裏へ入ると白昼でも殺人が行われ金品の強奪が行われた。つづら折りに曲がりくねった街、 一日中太陽の光も刺さず、溝の汚水は道にあふれ、豚やアヒルが餌をあさりながら泣きわめくそばで、ボロに包まれた子供たちが遊びたむれている。下級先風たちの集まるのはこういう場所で、そのあたりには過当な売春婦や酒場や歌舞伎場などが並び、安畑子、人会、奴隷売買宿、賭博所などというようなものが軒を接していた。 西暦1666年、すなわち、漢文6年の2月初めのある日、このマカオの海岸通りを、白髪白禅の西洋人が、一人の若い日本人と一緒に歩いていた。老人の方はスペイン人で、ドン・パードレと呼び、この海講師のコレジオ、宗教大学の教師である。彼はインドのゴアから、東洋教隊に属して渡航し、 15年もの間、熱心に教科授業を続けている恐怖だった。こうしよう、防水台へ登りましょう。フランス領事館の前まで来ると、パートレはそう言って振り返った。その時、若い日本人は、通りかかった一等建ての馬車の方を見ていた。若い日本人は、おとがいエーザブローである。彼は一年前に比べると、 大層変わった。髪は総髪にして、紫紐で、大田草に結び、王を洋風に立った衣服を着て、羊皮の靴を履き、大剣を腰に釣っていた。何を見ていらっしゃるうん。映像ブローは馬車から目を戻した。二。海岸通りは、 人の出ざかる時刻だった。今、海から上陸したばかりの、潮の香りの匂うような水夫たち。それは多く、国土かアラビア人、インド人などで、頭には赤、黄、白、各種の頭巾を巻き、腰には半月刀や幅広の番刀を釣っていた。彼らは汚らしく、辺りへ唾を吐き散らし、通りすがりの女を見ると、みらな笑みを浮かべ、 目をきらつかせながら、よふうとか、ろっとかいう強制をあげた。しかし、彼らの多くはすぐ、野獣が餌の匂いを負うように、裏町へと消えていくのである。そこには単純で安価で、もっと刺激の強い観楽が待っているし、海岸通りの人並みは、彼らの散歩に、ふさわしくない雰囲気を持っていたからだ。映像ブローが、 パードレ恐怖と連れ立って歩いていたとき、一台の競馬車がそばを通り過ぎた。その中には、ダチョウの羽飾りをした帽子をかむり、ひわ色のキルの服を着た乙女が一人乗っていて、エーザブローのそばを通り過ぎるとき、ポント一輪の花を投げてよこしたのである。何を見ていらっしゃるパードレ恐怖は、二度目の声をかけながら、 走り去る競馬車を認めて、ほほう、と、うなずきほほえんだ。また会いましたな、マドレーヌ城に。マドレーヌ城イギリス領事館の、イギリス領事殿の霊嬢です。お母さんという人も評判の美人ですが、霊嬢は一段と優れて美しい、ハーブの名手です。エーザブローは、手にした花を捨てて、行きましょう。 振り返った。いけません、講師。恐怖は身をかがめて花を拾い。乙女が花を投げてくれるのは愛情の印です。愛情でなくとも好意を示したので、捨てるなどということは礼儀に外れます。あの少女が私に好意を持っているんですか今初めて会った私に。初めてですって恐怖は 手のひらを返す身振りをしていった。あなたは気づかなかったのですかこの一週間ほど、ほとんど毎日のように会いますよ。それは知らなかった。驚きましたな。そんなことがあっていいものかしらん。彼らが聞いたら、先望のあまり、決闘を申し込むかもしれないのに。彼らとは誰ですか、恐怖向こうを歩いてくる士官たちです。 今去った競場車の後を追うように、一団の青年が大股に歩いてくる。イギリス人ですね。本国から解放してきたスコットランド号の士官たちです。みんなマドレーヌ城のトリコで、あの通り、昼も夜も離れずに付きまとっているありさまです。先頭に肩まで垂れる金髪のかずらをつけた背の高い男がいるでしょ、う、講し。彼はウィリアム教という貴族で、 射撃と剣を取っては、殺人ウィリアムと言われる男ですが、彼こそ今、狂気のように、領事令状を恋しているのです。妙な習慣ですね、恐怖。エーザブローは、眉を潜めていった。年若い青年が、娘の後をつけ回すなどということは、日本では、どんな低い身分のものでも、恥ずべき行いとされていますよ。三。 習慣は国によって違います。恐怖は微笑しながら言った。公子のお国では青年たちの愛情を殺すことが教養であり、我々の教国ではむしろそれを優美なものとして尊重いたします。お国では中と高とが道徳の根幹であるように伺いますが、我々は真・善・美の三つを思考のものとします。国を領主に対する忠誠。 両親に対する高揚これらの感情も決してないのではありませんが、それはいずれかというと、礼儀として考えられるので、最も重要なものは、やはり神に対する信仰の念であります。神、すなわち神前美で、何度も繰り返して申し上げましたように、この三つのものが人間生活を高める要素だと考えられています。 パードレ恐怖は、誠なるもの善なるもの、美なるものについて語った。エーザブローは、このマカオへ来て以来、パードレ恐怖を死にして、当時の国際語たるオランダ語を中心に、スペイン、イタリア、ポルトガルの各国語を習い、また、その傍ら、セミナリをコレジオに通学して、科学、哲学の講義を聞いている。 彼は今までの自分の教養では想像もできぬ多くのことを知った。天体精神の運行、大地の球場をなせること、日輪が出没するのではなく、大地球が周回するのだということ、数学物理、これらのもの、すべて実験的に実証的に説明され、その理論の正確で、かつどこまでも現実に即している点に、 驚異の目を見合った。パードレ恐怖は文芸復興期の新しい思想の洗礼を受けてきているので、これじよにおける講義も極めて自由だったし、宗教者でありながら科学を歪曲する網に陥らず、ことに美術、文学に対する情熱と理解は一倍であった。古国にいた時は単に邪集門として、 一個も値しないものに思っていたキリシタン宗が、恐怖の解釈によって、初めていかに強大な影響を世界に与えているかが分かったし、その有する条理と不条理、真と偽、宗派の分裂による教義の発展など、全く批判的にその全貌を知ることができた。恐怖はまた、エーザブロウ、講師と尊称し、これじよにおいても、 回収を要求しない、ただ一人の学生として彼を偶してくれたし、ギムナジウム、体育場へ入って西洋剣術を修練する機会も与え、また各国交換の習慣にも同伴してくれた。恐怖は明らかに、エーザブローの人柄に愛着を感じていたのである。時によると、陸親の子か孫に対するような、 愛情を示しさえした。そういうとき、うとうえいざぶろうは、月心寺の、鉄山五章を思い出すことがあるのだった。この三つのものは、しかし、結局は一でしかない。誠なるものは美しくてよい。美なるものは、誠と善とを兼ねている。善なるものも、誠と美とを備えている。つまり、 三つのものは総合して、それぞれ誠であり、美であり、善であるのです。我々教団の社会制度も、別に孔子の送りと隔絶しているわけではありません。しかし、この百年ほどの間に、個人を解放しようという精神運動が起こっています。これが歴史に新しい息吹を与え、あらゆる概念が大変革を起こしつつあるのです。 習慣の上から言えば、男女の愛情について、お国とはほとんど逆な見方をしていますが、むしろこれには美しさがなければならない。真実でなければならない。愛情の表現について、非難しないと同時に、美しさと真実だけは求められずして備わるのです。今、マドレーヌ城が講師に花を投げ、また多くの士官たちが、 彼女の愛を得ようとしてつけまわっている。こういう愛情の漂白が、講師のお国の習慣でないからと言って、どうか警部の目で見ないようにしていただきたい。恐怖は微笑しながら、ご退屈のご様子ですね。と言った。防水台へ登ってみましょう。4。海岸通りの 広い石期道を北東へ向かって行くと、石段の緩い勾配があって、防水台と呼ぶ見晴らし場へ出る。真正面に鉱山塔が見え、暴浪のあるイギリス守備兵の英社と、その周囲に美しい庭園を持った西欧人の親方が、調和のある階段をなして立っているのが見える。今日は講師に聞かせていただきたいことがあるのですが、 高山島を見渡す斜面の草地へ来たとき、パードで恐怖が静かに言った。改まって何事ですか無礼な質問であったらお許しください。実は、講師が当地へ来られた目的を伺いたいのです。長谷川カモという人は、当地のスペイン人の間に多くの知由を持ち、貿易事業では、 古くからこの近海で活躍されていた様子ですが、今度当地へ来られた理由について、当地の各国交換の間に妙な評判が広まり、ある方面へは非常に不安な印象を与えているのです。何のために不安な印象を与えるのでしょうそれは日本人だからです。恐怖は右手を翻して、まだ講師はその間の事情について、 詳しくご承知でないようですが、西洋、南シナ海、この広大な資源を要する貿易の宝庫は各国人が勢力を腐食しようとして血まなこになっているところです。そして数十年来、その攻防争奪陰謀と裏切りと盗賊行為は激烈を極めるばかりですが、これら各国の勢力象徴には常に必ず 日本人が中心を成しているのです。というのは、つまり日本人の助力なしでは実際的に何事も成し得ないという意味ですが。日本人にそんな勢力があるのですか何よりも各国人の恐れているのは日本人の特性です。勇猛で、果敢で、利口で、敏瘍で同時に強持が高く潔白を好む。これらのものが小柄な肉体のうちに、 まるでバネのように狂人に潜んでいて、一度爆発すると、鉄壁をも貫く火となる。この力です。各国人は、この力を味方につけぬ限り、完全な活動はできません。スペインがルソン島を経営することのできるのも、カンボジア国王が、現在の治安を維持しているのも、皆、日本人の力を味方にしているからなのです。 どうも、事実とは思えません。やがてお分かりになるでしょう。恐怖は肩を揺り上げた。孔子のご一行が当地へ見えられて以来、このマカオを中心にした各国の人々は、孔子ご一行が何を目的にして渡航して来られたか、今後、どこからどういう活動をなさろうとするのか、その点について不安と義屈を持っている理由はそこにあるのです。 英三郎は頷いて頭の中でしばらく言葉をまとめていたが、私が古国を捨ててきたのは広い新しい天地に自分の運命を開拓するためでした。私の古国では今政権が帝の恩手から離れて将軍の幕府に属しているのです。この幕府は将軍一族の繁栄と権勢を守るために極めて変化な 小曲作にのみ走り、大義を忘れ、形成催眠の大元を無視しています。私は、その曲跡たる世界に住むことが耐えられず、同志の人々と共に、新しい土地に新生命を開拓すべく来たのです。で、来てみて、どう考えられました私は、こういうことを考えている。エーザブローは、言葉を切って言った。つまり、 こうです。東洋は今、古老の巷またと化している。おお。西洋各国人は、肥えた獲物に襲いかかる野獣のように、この豊穣な国土を侵略しつつある。この事実は、随分鋭く、私の心を苦しめます。恐怖よ。五。私は今、自分の運命を開拓するよりも先に、 この事実に対する自分の態度を、まず決めたいと思う。エイサブローの目は、強く輝き出した。ここへ来てから、初めて知ったのですが、ダイジャワにしても、カンボジアにしても、シャムにしても、また、ルソンからアナン、このマカオ、至るところで、最も柑橘な方法で、最も悪辣に、さよ、最も悪辣に、利得をしているのは、西洋人です。 恐怖に向かって、こう申し上げるのは失礼ですが、いや、どうぞ続けてください。西洋人は、確かに知的な点で優れています。私どもの生活感情は、初めから極めて直感的でした。哲学も直感です。観念に始まって、観念に終わっています。しかるに西洋人は、すべてが実証的、現実的、数理的であって、いやしくも、 計算を度外には置かぬ。彼らは利益のためには人間を牛馬と比して売買し、老役せしめる。恐怖よ。私は先日、奴隷船に積み込まれる百人の国土を見ました。彼らは手足を鎖で繋がれ、川口を持って打たれながら豚のごとく船艇へ押し込まれていました。私は危うく、こちの剣を抜こうとしました。映ザブローの右手は、 いつか固く握り固められ、その唇は鋭く片方へ歪んでいた。その時、私はまざまざと見たのです。奴隷船に積み込まれる国土は、すなわち東洋の運命を暗示するものではないかと。恐怖よ。すでに西洋人は、その知力と文化の無知を右手に握っているのです。その第一打は東洋の頭上にあるのです。 そして次には、暗黒の奴隷船が口を開けて待っているのです。それは考えすぎましょう、講師。そう思いますかエーザブロウはきっと振り向いた。そうかもしれない。キカは、西欧の人だ。あなたの体には、西王人の血が流れている。だが、私の手には、無知はありません。私は自分が良しと信ずる道。 科学と文明の温卓を東洋の人々にも分かつために来たのです。恐怖のお考えはそこにあるでしょう。それは疑う余地のないところです。しかし、私には背後に来るものが見える。パンを与える左手のその右手には無知がある。いいな、剣があるのです。私にはそれがはっきりと見える。こうしよう。あなたは新しい土地の情勢に、 驚きすぎておられる。新しい家へ行った子供が、ゆえもなく、その周囲を憎み恐れるように。私は自分の直感を信じます。こうしよ。う。パードレ恐怖は微笑して。あなたは今、東洋の人々が直感に頼りすぎると言われたはずだ。時によって、直感は計算よりも正確です。私は東洋を東洋人の手に、奪還しようと思います。 パードレ恐怖は無言で一遊した。エーザブローはさらに言葉を続けようとして大股に二三歩行ったり来たりしていたが、丘の下でにわかに人のざわめく声がし始め、中に日本語で叫び立てるものがあるので、一段の端のところまで行ってみあると、まず一段になってひしめいている外国人士官たちの間に二人の日本人が、 押し囲まれているのを発見した。おお、ウィリアム卿です。後から来て、恐怖がいった。さっき、マドレーヌ城の馬車をつけていた、例の英国士官たちである。エーザブローは、彼らに囲まれているのが、斉藤玄八郎と小菊であるのを知った。六、おやめなさい、講師。 パードで恐怖が止めようとする前に、エーザブローは石段を駆け降りていた。チ八郎は小育を守るように突き立ち、取り巻いている士官たちの方へ怒号を浴びせていた。彼はどうしても語学が身につかず、今日まで一語も口にしていないので、言葉の内容を声の高さで表現している様子だった。この犬ども彼は拳を突き出しながら言った。 顔目玉の獣目。貴様らのような化け物には、深刻の女子の影を踏ませるだけでも汚がらわしい。獣は獣がそうだぞ。そこら辺の裏町に転げている豚の尻でも追い回しておれ。士官たちの方でも、玄八郎の言葉はわからなかった。しかし、警部の意味だけは感じているはずである。そして、死因の多い言葉つきと、 皮膚の色の違った顔が、激怒のために引きつるのを見ながら、互いに目混ぜしたり、身振りをしたりしながら、しきりに嘲笑を投げつけている。ウィリアム教というのは、その中でも背丈の群を抜いた男で、美化と顎ごとに美しく髭を刈り込み、肩まで垂れる金髪のかつらをつけて、黒ビロードのハンガイトを背へ引っ掛け、金の装飾のある長剣を腰に、 白黒川の手袋をした立てな姿で、さっきからじっと、原八郎の様子を見ていたが、ようやく、自分の出る幕が来たと言いたげな格好で、大股に、詰め寄ろうとした。映像ブローが駆けつけたのは、その時であった。彼はウィリアム教の前を横切って、斎藤、どうしたのだ大声に呼びかけながら、人垣の中へ分け入った。ほう、若殿。 こんなところでまめき立てて、外分が悪いではないか。どうしたのだこやつらが。玄八郎は、肉々しく顎を上げて、通りがかりに、小育を長老したのです。ことに、その大きなやつは、髪へ手を触れようといたしました。無礼千番なやつらで、謝罪しなければ、切り捨てようと存じているところです。待て待て、私が取りたしてやる。エーザブロウは向き直って、 失礼ですが、飢餓はウィリアム教でございましょう。と、オランダ語で言った。相手は見知らぬ日本人から名を呼ばれて、いささか意外であるのと、同時にかなり気を良くしたらしい。いかにも、チャールズ・バトラ・ー・ウィリアムだ。飢餓は、私をご存知か。って言います。エーザブローは陰気に、スコットランド号のウィリアム教といえば、今、 中尾にいるほどのもので知らぬ人間はないでしょう。ありがとう。して、キカはご紹介しましょう、教よ。パードレ恐怖が急ぎ足に来て会釈し,した。こちらは日本の最上講師、おとがいエーザブローと申されます。ウィリアム教。エーザブローは静かなご調で言った。キカは、この若者と妻とに謝罪していただきたい。 聞かかなさったこととは我々の国の国習慣から言うとうべからうざる侮辱です君は、ウィリアム教は、くっと額を上げた。君の今の挨拶によると、君は私が何者であるかを知っているはずだ。さよ。それなら、今の言葉を取り消したまえ。私の家では、先祖代々他人に謝罪したことがない。私の父は、 本国で自重長をしている、私の祖父は、王座支配であった。謝罪をしていただきたい。映ザブローは、冷ややかに繰り返した。帰化のなさったことは、無礼です。黙まれ謝罪なさいませんか。七。待て、みんな手出しをするな。部下の士官たちが、 エーザブローの態度を見て、諏訪とばかり剣へ手をやるのを、ウィリアム日は身振りで制しながら向き直り。おとがいさん、確かそうおっしゃったようだが、私の方こそ改めて忠告する。今の君が私に求めた要求を取り消したまえ。もう一度だけ言う。地下はこの二人に謝罪する義務があります。 そんなものは認めないよ。エーザブローの右手は、避ける暇も与えず、ウィリアム教の方で、音高くなった。全く予期しない平手打ちだった。パードで恐怖をはじめ、取り囲んでいた士官たちが、あっと息をのぶ刹那。ウィリアム教の右手に、光のごとく長剣がひらめき、同時にエーザブローの体が左へ開いて、入り身になったと見るや、ウィリアム教の体は、 だだっと二三件のめっていき、その条件は、エーザブローの手に残った。危うく踏みとどまったウィリアム卿は、一瞬ほとんど呆然とした。パードレ恐怖の言った通り、彼は激軒の名手として、これまで実戦の経験もあり、幾多の決闘に、かすり傷を受けたこともなかった。しかし今、彼が自慢の抜き打ちの一月は、 アホのごとく空を滑り、あっと思う間に自分の体は激しく突き放されていたのである。一の月きをどう外され、どう剣を奪われ、どう突き放されたのか全くわからない。右の肋骨に残っているかすかな痛みの他は、ほとんど何事が起こったか理解するのも困難なくらいであった。ウィリアム教の傍然たる気持ちはそのまま。 そこに居合わせた恐怖や士官たちの驚愕であった。ほとんど一瞬ではあったが、あぜんとしてみんなが目を見張っている面前で、エーザブローは奪い取った長剣を横に持ち帰ると、片膝へ当ててぐいとへし曲げ、ウィリアム教の足元へ侮辱の身振りを持って投げつけた。ウィリアム教、日本では武士が剣を折られることは、 死にまさる地辱としています。そう言って振り返り、斎藤、行こう。と、恐怖に会釈し,して、士官たちの方へは目もくれず、大股にそこを立ち去った。誰も追ってこなかったし、声をかけるものもなかった。源八郎は、あの時の傷がたたって、今では少し右足を引きずるようにしなければ歩けなかった。 高桃の傷が癒着するとき、筋が詰まってしまったのである。言葉も不自由なのに、どうしてこんなところまで出てきたのだ。マカオの激朗が素晴らしいと聞いたものですから、小育に見せてやろうと存じまして、出かけてきたのです。ところが、と、玄八郎は、ちらとあたりを見回してから、右京の姿を見つけました。何エーザブロウは、ぎょっとした。 この名こそ、同志たち全部が、無理にも忘れ得ぬものだ。英三郎が、細谷玄十郎と共に、品の字で、父、直沖に会い、江戸へ戻ってきたとき、すでに祖父江金次郎らが、中屋敷へ入ろうとする堺大郎を狙撃し、さらに即夜、日本橋共犯に、藤巻右京を、洋殺戦としたのである。しかし、もう一歩というところで、右京は自ら、 家中へ身を投じ、ついに復讐の刃から逃れ去ったのであった。金次郎は、ひとたび隠れ家へ戻り、剣を拭って中屋敷へ踏み込んだのだが、右京は早くも新辺の始末をして立ちのいた後であったし、天運皮膚も残ってはいなかった。乱退山と申す丘がございましょう。ポルトガル人の兵舎のある、ちょうどあの丘の下の、 弊社の門前で中へ入っていくカゴとすれ違いましたが、乗っていた男の横顔が確かに藤巻右京だと存じました。どんな風をしていたかポルトガル風の服に帽子をかむっておりました。間違いないかおそらく誤りはないと存じます。藤巻右京。八。しかし、エーザブローははじめ、 彼が海外へ脱出しようとは夢にも思わなかったのと、川上家の後始末がどうつくかを見定めるため、名をしばらく江戸に隠れていたが、ついに右京の漱石もわからず、直継の暗殺は巧みに隠蔽されたまま、無事に国入りと決まったので、ついに意を決し、長谷川鴨の入府を求めて、江戸城へ大河川を追いかけ、そのまま船に乗じて海上へ逃れた。 かくて、先に三州へ向かった大黒丸と合すべく、成功する途中、奇襲を気にて引き返してくる大黒丸とあったが、その時、初めて右京が海外へ去った事実を知ったのである。すなわち、畑中哲三郎の指揮する大黒丸は、三州へ向かう途中、遠州ならにて暴風に遭い、二日の間、風待ちをしなければならなかった。 それだけでなく、大阪へかかる会場が、幕府の監視船で塞がれていたため、やむなく引き返して、土佐の南から文語水道へいで、大回りに回って、目的の島へ着いた。それは、4月20日の夕刻であったが、時すでに、数艘の船が島陰にいて、盛んに埋蔵金を積み込んでおり、大黒丸の近づいたのを知ると、鉄砲を放ちながら、 逃げ出そうとした。大黒丸はすぐに応戦しつつ、相手を島近く圧迫していったが、不意に後方から一層のポルトガルナウ。三本半長の軍船が現れ、鉄砲、大砲を追いかけつつ、猛然と攻撃してきた。この海戦は、危なく大黒丸の勝利にはなったが、ナウは一層したし、島内を調べた結果、埋蔵金は、 五万両足らずを残して、全部略奪されているのを発見した。この報告を聞いたエーザブロをはじめ、カモの一頭は、摂氏役案してふんぬ、ポルトガルナウを追って即座に強行、西へ西へと追ったが、長崎で彼の船が南方へ去った事実を確かめた時はすでに、両者の間に十日以上の距離ができていた。旧敵右京は、 脱走した。問題の秘宝、低運皮膚を持ち、軍金を盗み、ポルトガル船に投じて海外へ逃げた。彼らは長崎で物資を積み込み、季節風を待って開放。途中上海に寄り、その年の6月初め、マカオへ到着したのである。入港以来8ヶ月この方、旧最上家時代から、 公益関係のあったスペイン人と吉見を通じ、南京開拓の木を待つと同時に、同志たちは八方へ手を回して、藤巻右京の消息を探っていたのであった。右京を見たと聞いたエ三ザブローは、久しく忘れていた憤怒が、ムラムラと燃え上がってくるのを感じた。ポルトガルの兵舎へ入ったとすれば、彼はこれまで、 そこに隠れていたのだな。考えた通り、彼はあの時、ナウに乗っていたに違いない。そうと知ったら、つまらぬ争いをするのではなかった。と、おっしゃいますと。今のイギリス人だ。あの時間は、おそらく決闘を申し込んでくるだろう。それが彼らの習慣だから。右京がポルトガル人の庇護のもとにあるとすれば、ここで外国との間に争いを起こすのは不利だ。 映ザブローは、眉を寄せたが、とにかく帰ろう、と二人を促した。